久しぶりです、今日のハワイはですね12月の22日なんですけれども、まあね、今年1年もハワイは本当にうわーっていうくらい変わってしまったので、もうびっくりすることがもうたくさんありましたね。もう本当にね、あ、なんだろうなっていうくらい、まあ、変わったよね。そしてこんなにやっぱり早いとこアメリカって変わるんだなっていうのも、まあ、びっくりした。なんか日本だとね、ちょっとなんかいろいろ変えたりとかするのすごい時間がかかるから、あんまりね、このなんか変わってるのかちょっとよく分からなかったりとかするんだけど、アメリカの場合はもう本当に3月にもうそのコロナになってからもうね、もちろんハワイは観光業だからもう観光はピタッと止まってしまったし、それからねロックダウンがあったりとか、あとはもう営業の規制があったりとか、もちろん失業率なんていうのはハワイはもう全米でナンバーワンみたいになってしまったりとか、やっぱりね、うん、いろんなことありましたね。そして特にね、私なんかは教育授業をしているのもあって、なんかこう子どもたちの教育に関してはすごいやっぱり関心があったので、まあ、アメリカの、まあ、情報なんかも含めてやっぱりいろんな学校がいろんな形に変わっていっていて、で本当にもう今までの通学スタイルの学校っていうのが、まあ、今後 あるのかなみたいな感じのくらい、まあ、こう全然違う方向に向かっていってるなというふうに思ったんですよね。で特にうちなんかは留学の手配とかその受験の手配なんかをしているので、もう今年その受験のもう方向がもう全然変わったっていうところが、まあ、びっくりするところで、幼稚園生で、まあ、受ける小学校受験なんかは iPad で受験、今まではね、こうなんか積み木を積み上げるみたいなものが受験の中に入ってたんだけども、そういうのできないから iPad でこうねやるみたいな感じになっちゃってましょう。幼稚園の、ね、子供たちがもう iPad は、ね、受験の時関係ないからってもう一切やらせてなかったみたいな、お母さんもびっくりみたいな感じになっちゃって、だから受験の方法も本当に変わる。だから大学受験なんかもまあ、テストとかもそういったものもないしみたいな感じでね、いろんなところで、まあ、こう新しく、まあ、本当に新しくなったなっていうのは、思いました。そしてハワイでもね、お店とか、まあ、そういうのもたくさんクローズしたし、またでも、逆にね、オープンしてるところも新しくオープンしてるっていうところもあったりとかするし、またもちろん新しい事業を起こしたりとか、新しいねビジネスが始まったりとかっていうことも、まあたくさん、まあ何て言うかな、循環しているっていうような感じが一番こう分かりやすいかなっていうふうに思いましたね。なんで今日もね、アラモアナに行ったらすごい有名なお店がもうクロージングセールをしてたので、と思って、こんな人気の店までなくなっちゃうんだと思ってちょっとびっくりしちゃったんだけど、まあ、やっぱりテナント料はね、アラモアナは半端なく高いので、あ、やっぱりこういい立地条件、アラモアナの中でもこういい立地条件にあればあるほどやっぱりね、家賃が高いと思うし、さらにプラス売上のパーセンテージとかも払わなければいけないので、まあ、そういった意味ではかなり、まあ、ショッピングモールとか家賃の高いところに入っているビジネスっていうのはやっぱり年内で撤退するところが、まあ、本当増えるんじゃないかなと思うんですよね。だから本当来年以降はもうお店とかも多分全部ショッピングセンターのお店とかもまあガラッと変わったりするだろうし、まあ、ちょっとしばらくね閉じてるところが多いんじゃないかななんていうふうに思いながら、まあ、見てきたんだけど、でも一応クリスマスだから、まあ、人はまあまあね、ショッピングモールにはいましたし、みんななんかお買い物してる感じだったけど、でも観光客とかはもう全然、全然なんで、ね、日本からも多分年末年始ね毎年来てらっしゃる方とかも、今年はもう何十年ぶりかにハワイに行きませんみたいな人とかも結構いっぱいいらっしゃると思うので、まあ空いてるよねっていう感じです。でもね、なんかヒルトンとか、まあ、あっちこっち結構大きなホテルが今オープンしてきたので、年末年始の、まあ、本来だったらね書き入れ時、それから冬に寒くなれば寒くなるほど、冬の時期になればこう 寒い場所に住んでいる人たちが長期滞在者とかが、まあ、増えると思うので、まあまあこう
うん、そういう人たちが動いて、長期滞在でね、動いてくれたり、例えばワーケーションとかできる人だったら、まあ、長期的に、ハワイに移り住んでくるっていう人たちは、まあ、増えるんじゃないかなというふうに思いました。で、本当コロナのこの1年間、ずっと、まあ、ほぼほぼ家にこもってて、まあ、思うには、やっぱり、ハワイで閉じ込められてて、まあ、良かったかな、みたいなのは思いましたよね。なんかこう、外見りゃ、なんか海が、空は青いし、なんか海は綺麗に、どんどん綺麗になっていってるし、っていうふうに思うので、まあ、今年はなんか久しぶりに、なんか冬の、なんかノースのこう大きい波とか、観光客が多分いなくて空いてるだろうから、ちょっと見に行こうかな、なんていうふうに思ったりもしながら、自然はね、すごくやっぱり多かったっていうところで、まあ、ハワイでスタックしてて、まあまあいい場所だったかなっていうふうには思います。でもものすごい不動産とかは売れてるので、不動産はまあ本当にね、なんかこうどういう人を相手に、まあ、商売してるかにもよりますけれども、まあ結構不動産はね、移り住んでくる人もいるし、また大きい家に移ったりとかね、今までなんかこう狭いところにいたけど、もう仕事家で全部ねリモートワークになっちゃったからみたいな感じで広いところに引っ越すっていうような人たちも結構多いこともあって、結構まあ不動産はすごいぐるぐる回ってるみたいな感じで、もう謎のお金持ちがねやっぱりね住んでる島っていう感じなので、まあ、その辺はあるかなと思うけど、でもやっぱり失業率がねとにかくまあ多いので、でまあ子供たちもね、学生も、まあ、大学生とかもやっぱ就職ね、今年卒業の子とかはやっぱ就職活動とかそういうのにもね影響を与えるだろうし、ね、インターンとかだったらまあね、まあ、安いね、あれでインターンするので、まあ、逆に雇ってもらいやすいのかなとか思いながらいるんですけれども、やっぱりハワイ自体もこう新しい、まあ、業種、産業に移ってくださいっていうふうにも、コロナが最初に出た段階から州知事の方から出て、もう遅れが出てたので、もうそうしないとね、もう全くハワイ全体が、まあ、税収も入らなくなってしまうし、お金がなくなってしまうわけだから、もういろんなものがね、ショートしてしまうので、なので、もう皆さん新しい産業に、観光業以外の新しい産業に移行してくださいみたいなことは、まあ、言われていたので、まあ、この1年間でどんな、まあ、新しく変化ができたかによって、まあ、来年が、変わってくるのかななんていうふうには思いますね。なんで失業保険とかもね、年内で、まあ、一旦打ち切りみたいになりますし、またそれが更新されるのか、そしてどうなるのかとかはもうちょっと来年ね、分かんないですけれども、テナントなんかもやっぱ年内でね、もう何レント払ってない場合はもう年内で出ていってくださいとかっていうので、なんか皆さん裁判やったりとかいろいろしてるみたいなんで、まあちょっと大変、まあみんな大変だったかなと思いますよね。だけどやっぱりそれでもね、生きていかなきゃならないし、それでもなんかこう、まあ食っていかなきゃならないっていう部分では、まあ私たちこう与えられたっていうか、まあ今ある現状をまあどうにかしてくる、どういうふうにしたらまあ幸せになれるかなみたいなこととかをやっぱり考えていくっていうのを、まあ、こう身に染みて感じるね、一年だったんじゃないかな、っていうふうに、なんか思いますよね。でもやっぱ疲れたよね、っていうのは、まあ、ぶっちゃけありますよね。もう私もなんか、どっか行きたいな、っていうのは、もう、本当に思います。なんか、ほんと、毎月、一回なんか飛行機乗ってたのに、もう飛行機乗ってないっていうのが、なんかもう、やっぱ自分の人生では、なんかありえないな、っていうふうに思ったんで、やっぱり、早く、どこにでも自由に行けるようになったら、もうなんかバンバンあちこち行きたいなっていうふうに思ったし、あとやっぱりね、なんかこう移動、思考は移動距離になんかね、比例してなんか8倍くらいに膨れ、アイデアが生まれるっていうふうによく言われるけど、あ、やっぱなんかそうだなと思いましたね。特になんかこう刺激のない街でぼやーんとね暮らしていても、なんか新しいことっていうのはなかなかアイデアとかっていうのはやっぱり移動していろんなものを見ることによってやっぱりこう次々に思い浮かんでくるんだなぁなんていうのも実感したので、来年はねどこか行きたいなというふうに思っています。私もね3月に絵本が出版されるので、一応2月の中旬くらいから、まあ2週間隔離がね日本は取れないから、それをやんなきゃいけないんで、
まあ、2月ぐらいから行くかなっていう感じではいるんですけれども、まあね、その時の状況によってまたどうなるかわかんないですけれども、まあ、今年ハワイはまあ、まあ、やばかったねっていう感じですね。本当に子供たちも、もう本当学校がね、なんか公立の学校とか来年もっと授業数が減るとかって言ってたら、みたいな。もうなんか公務員の、給料がやっぱり減給されるので、なんでそれによって先生の数とかも減るから、だからそれでオンラインになるとね、まあオンラインの上手な先生が一人いればいいっていうところもあるになるので、それでまあ学校の何時間数がどんどん減っていっちゃうみたいなんですよね。だからもうちょっとやっぱ公立と私立とこではすっごいもう差がついたのが、今年はもうすごい差がついたねと思うんで、子どもたちのそのね、学習の方法だったりとか、何をね、やったかどうかっていうのはやっぱ今年はちょっと結構ね差がついちゃったかなと思ってね。なんか子どもたちもう外もね出られない時間も長く、結構ロックダウンとかであったりとかしたので、まあ、大変だったかなだったし、やっぱ親もね、大変だよね、毎日24時間だいたいもうなんか250日くらい家にいたみたいな風になっちゃうと、やっぱしんどいよねっていう年だったかなと思いますよね、本当に。なんでうちはね、なんかもう大人、みんな大人って感じだったから、まあ別に特になんか静かに暮らしてたみたいな感じなんですけれども、やっぱほんとちっちゃいお子さんがいるうちはね、多分すごい、もうあちゃばちゃして大変だったんじゃないかなと思うんで、お疲れ様でございました。でもまだ多分来年はきっといい年になると思うし、きっと大丈夫というふうに思って、前向きに前に進むしかないので、まあ、新しいこうライフスタイルを作り上げるという意味では、まあ、今までと違 こうライフスタイルに変わっていく、まあ、すごいいいチャンスだったんじゃないかなというふうに、思いますので、また来年も次々となんか新しいことをチャレンジしていこうというふうに、また私はね、懲りずに思っています。なんかまた来年は来年でなんかこう必要なことが出てくるだろうし、また来年は来年で何かこうできることがあるんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、いかんせ暇でしょ、子供もなんかいないしっていうか、もう大きくなっちゃったし、なんで何かまた事業を、まあ、展開していきたいなというふうに、思っております。ということで、ハワイに、まあ、ぜひぜひ、まあ、来年ね、皆さん、まあ、2週間隔離がちゃったしばらく取れないからあれなんですけれども、まあ、その後ね、家でリモートワークでいい方とかはもう全然来れると思うので、すごいついてますし、ぜひ今ハワイは、まあ、おすすめよ、まあ、空いてますよっていう感じで、長期滞在者の人とかにはもうめちゃめちゃいいと思いますので、ぜひ、お待ちしております。じゃあねー。